群馬県道33号渋川松井田線は、群馬県渋川市渋川から道県安中市、松井田町松井田に至る県道である。渋川市の中心部から、伊香保温泉、春名山山町地区、高崎市倉淵地町、地蔵峠を経由し、安中市松井田地区内では、国道18号の旧道を通って、国道18号に至る道路で、峠三々、パノラマ街道の一部を構成する。 特に、伊香保温泉や、春名山山町地区の春名湖、春名神社などにとっては、関越自動車道渋川伊香保インターチェンジと直結するルートになり、校舎については、高崎市の中心市街地や高崎駅と直結するルートにもなっているため、重要な道路の一つである、高崎市春名湖町の渋川市境から春名湖までの区間に、春名湖、 メロディラインとして音楽が流れる舗装が施されている。また、渋川の市街地付近からイカホを経由し、春名湖付近までの区間は、旧日本道路公段管理の有料道路イカホ春名道路であった。まず、1958年6月21日に、渋川市からイカホ町までの区間が、イカホ道路として共用し、1962年10月26日に、 春名山までの区間が共用する際に解消された。1981年9月1日に無料開放された。なお、1956年まで運行していた東部、伊カ保線は、新町五佐路交差点から、国土交通省前交差点の区間は、本路線上を走っており、そこから伊カ保まではほぼ並走していた。かつて、安中市松井田町、松井田松井田町、新堀の、 約 3.4km 区間は、一級国道18号線に指定されていた区間である。各区間の車線数については、マピオンの地図における記述をもとにしている。起点は、国道17号、国道353号と接続する、下号交差点である。そこから、国土交通省前交差点の間は、2車線で、渋川市の市街地を抜ける、伊温泉から、 春名山頂までは、曲線が続く山道だが、一貫して2車線が確保されている。山頂から、春名湖畔の群馬県道28号高崎東、吾妻線との分岐点までは、カーブも少なく2車線が確保された道路である。県道高崎東、吾妻線と分岐すると、再び山道に入る。ここから、天神峠を越えて、高崎市春菜山町一本平に至る区間は、 県道安中春名湖線との重複区間で、カーブは多いが多くの部分で2車線が確保されており、高崎安中方面からは唯一の大型車が通れる道路になっている。高崎市春名山町和座一本木平から、クラブ自由便局前交差点までは、県道一本木平小井戸安中線との重複区間である。ここから先は主に1車線で、 時々に車線が確保された区間が現れる程度となり、急曲線の続く山道となる。倉淵郵便局前交差点から、当然寺前までの3500メートルの区間は、国道406号との重複区間である。ここで国道406号と分かれると、また一車線の道路となり、間もなく川田橋で、烏ラ川を渡る。その後、倉淵町、水沼までは、 国道406号との重複区間の対岸を戻るように進行する。この区間は県道一本木大小井戸安中線を通って水沼橋でカラス川を渡り、市道で水沼地域に入る経路の方がはるかに距離が短い。高崎市倉地町水沼から安中市松井田町間は多くが一車線であるが、ところどころに車線化されている区間もあり、 特に99川の沿線は大部分がに、車線化されている。唯一のトンネルである、天神山トンネルを越え、国道18号松井田バイパスと立体交差でくぐると、西松井田駅前交差点に至る。西松井田駅前交差点からは進路を東に変え、安中市松井田町の島地を通る。この区間は、国道18号の急道に当たる区間であり、一貫してに車線が確保されている。 終点は、松井田バイパスの起点である、松井田交差点である、伊香保春名道路伊香保温泉から、春名山の春名神社に向かって伸びていく、約15キロメートル区間の道路の通称で、かつては有料道路だったところでもある。麓の伊香保温泉から山頂までは、ヘアピンカーブが連続する峠道で、山頂部では、視界が開けた、ロングストレートのある道路になる。 重野周一の漫画作品、頭文字 D の主要な舞台にもなったことでも知られる。渋川市街地から、伊香保温泉までは急坂が続くが、曲線は少ない。伊香保温泉から高下三山の一つ、春名山山頂まで、ヘアピンカーブが続く、森の中のワインディングロード、渋川市と高崎市の境界である、痩瀬尾根峠を通って、春名山の内輪山に入った春名富士山頂付近は、 明けた見通しの良い直線がある。直線の先に春名湖があり、冬は若狭ぎ釣りが楽しめ、夏は湖周辺に色々な花が咲く見どころとなっており、この辺りは標高約1100メートルほどの高所となる。かつて、伊カホから春名山頂までは、1966年に廃止された伊カホケーブル鉄道が道路と並走していた。高崎市楽部地町水沼からは、 究極線の続く細い山道となり、地蔵峠を越えると、安中市松井田町に入り、薄井川支流の増田川、99川に沿って高度を下げる、イカホ春な道路に関するカテゴリー、ありがとうございます。